小山若勝定年前の男の料理旅。今日はマルタイラーメン水菜おやしの特別二郎系ですね。やっていきます。ニンニク使ったりもやしとか水菜、あと味増しでガーリック塩コショウ醤油ラー油と、あと炒めるときに本だし使ってやります。このラインナップでマルタイラーメン、あと 155g の切れてる焼き豚そのまま使えるを使います。卵2個茹でます。よろしくお願いします。これで作っていきますよ。水菜まずね、これ100円ぐらいですね、業務スーパーで。どうしよっか、これ洗わなきゃいけませんけど、洗うのが根元の付近がね、若干汚れがきつい、これ砂がついてる場合があるんで、根元だけを切ってまず洗います。根元もね、美味しいんで栄養バッチリあるんで使いますね。あと根元を先に水で洗います。こちらからまた切ってね、水にさらすわけなんですけども、この根元も切ります。適当な大きさ、大きめでまた炒めるんでね、大きめで切ります。これを水でさらして全体的なゴミとかね、土を取っていきます。あと卵ですけど、これ半熟的なね卵を作ろうかなと思ったんですけど、ちょっと技術がないんで、もう全茹でで、あと茹でる前に少しはなく抜き抜きしてうまいことを抜けるようにしてます。で次に男の料理旅の得意技、味増しです。これなぜ味増しするかって、まあ、毎回言わさせてもらってますけど、一工夫する、野菜入れる、トッピングするとなれば、スープがどうしても多めに使ったりとか、あと薄くなっちゃう、それがあるんで、普通のスープ今入れますね。スーププラスアルファ味増しが必要なんです。そうじゃないとめちゃくちゃ薄くなるか、汁が全然ないラーメンになっちゃう。調味油とあと粉スープを先入れちゃいます。ガーリック、ニンニクも入れるんですけども、得意ガーリックをしまって、ニンニクも生ニンニク中、これも入れます。お店やったらどうしても、ね、入れすぎてしまったりっていうのがあるんですけど、それはなし。あとラー油少々辛い、お得用の大きなやつですね、これを入れます。で次に味の素、化学調味料なんですけども、これがね侮らへんで、なかなかええ味出すんですね。うまいですよ。これも少々入れます。次に醤油、これでコクのあるマルタイラーメン、水菜シャキシャキ、もやしシャキシャキ作ります。これで下準備ができました。今から水菜ともやし炒めていきます。火力はほぼ強めでお願いいたします。水菜ともやしで、水菜は水でさらし、あともやしはね、これ水でさらしもいいんですけど、
もうそのままで、袋のままでこのまま使うっていうのがあのもう綺麗になってるんで、そのまま、はい、炒めて塩コショウで軽く味付けて、軽く炒め終わったら水が1割もやし一袋に水が1割塩コショウに、あとこれ中華スープの素でもいいんですけど、なかったんでガラスの素入れます。これで味付けです。ただ湯がいたりね、炒めたりするだけではやっぱりね、こう食べるときに水臭くなるっていうのがあるんで、そうします。次、もう下準備は全部できました。麺茹でちゃいます。これも、2分程度ですね。下準備します。この155グラムの切ってる焼き豚一塊、これ使っちゃう、まあ、ほとんどちょっとまあハムみたいな感じの卵を2つ半分に切ります。もう全茹でですね。片茹でにしました。半熟にしようかなと思ったんですけど、やっぱりできないんで、難しくてできないんで、準備はできてます。出来上がる寸前にお湯を入れます。普通よりも多めになりますね。これよくかき混ぜて、次に麺、これも湯を切った方がいいんですけどね、もうそのまますぐやりたいんで、麺をほぐして、それで先ほど炒めたもやしと水菜、この店やったらね、あの二郎系でしたらめっちゃ山盛りでありますよね。これ多分店屋の分やったらもやし山盛りになるんで、あれ3つか4つぐらい入ってると思います。これ1袋でこんだけだけですんでね。ゆで卵2つ半分入れます。であとトッピング盛り付けに、そうです、20枚ぐらいある豚肉、これもう汁が溢れそうですんで、溢れてくるんで、もう先飲んじゃってます。多すぎました。もう溢れんばかりに、めっちゃうまいですよ。これあの元々のマルタイラーメンのうまみ酢もあるんですけど、その中にこう油で炒めたもやしと水菜、この出汁っていうかね、出てうまいです。で食べていく中で、このチャーシューというか、まあ、ハム的なチャーシューなんですけど、20枚近くもりもりでやっちゃいます。めちゃくちゃうまいですよ。すごいボリューム出てきましたよ。めっちゃうまい。ネギをトッピングしてこれでいただきますね。もういただいた動画もアップします。またよければこの前の動画見てください。よろしくお願いします。またアップしますね。お願いします。定年前の男の料理旅、親バカカツ、よろしくお願いします。またアップします。お願いします。ありがとうございます。今年度中に1万人目指します。よろしくお願いします。